はようございます。おはようございます。久々の、はい、伊藤さんセミナーでございます。伊藤さんセミナー、はい、3年連続3回目です。3回目、はい。シンセはね、シンゴっていう、キャベツ。キャベツいいですね。キャベツばかりをかじってた。はい、今日やたら T シャツ可愛いっすね。可愛いっすよ。ね、うん、ワーストドラマエヴァ。史上最悪のドラマっていうことです。あ、マジですか。うん、よろしくお願いします。3つの音がこう反復する、そういう感じで、このロータリー奏法って3つの音の動きなんですけど、これを16にはめるようなことをすればバッキング使えるんじゃないかっていう、まあそういうコンセプトで、ロータリー奏法をバッキングに取り入れる。普通にこう2本3本で弾くことで早く弾ける。グランロデオとサポートドラマを務めます永井バル一郎です。よろしくお願いしま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 す。吉村さん、今年もありがとうございます。あ、今年もこちらこそありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。先輩あなたの方がキャリア上です。いやいや、何をしたら先輩、年ははるかに俺が上ですけど。はるかに上ですねはるかに上です。はい、じゃあこれがですね、こうなりました。そうなりましたとさすごい、こんなバッキング思いつくの世界の僕だけですかね本日は遅い時間まで、ありがとうございました。ありがとうございました。聞こえますか？聞こえますか？はい、聞こえますか？ああ、こういうとこ使う番組になるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。酒が入ってまいりました。いやいや、全然変わんない。いやいや、こっから大変ですよ。大変ですよ。何言ってるんですか、全然変わんないですよいや、でもね、絶対お客さん楽しそうだったんだよ ね、はい、ね。
どうでしょうね、ちょっとあんまりこうなんか僕そんな喋る人ではないから。それちょっと説得力ないっすね。マジですか？それは俺は否定しますよ。それはね、多分バルバルだけの。いやいやいや、こっち来てから日本語勉強したの？はい。すごい、それでそんな調べるんだ。すごい。店員さんがベトナムから来たんで、22歳ですね。2年間で日本語全然喋ってない。すごいですね。すごいと思う。俺より上手いかもしれない。いやいや、でも俺もある。でも結構綺麗にかけてる、うん、ね、すごい。すごいすごい。あとはあの前 DMM のやったアビングドンボーイスクールっていうバンドがあって、うん、それがね、実はヨーロッパツアー。ヨーロッパツアー、はい、結構回りましたね。本当に2週間近くだったんですよ。すごいすごい。赤いね、レッドカーって言われるそのリムジンバスみたいなのって車で全部回りました。メンバースタッフ乗って、はい、そうです、バスでだー、はい、本当のワールドツアーやりましたね。いいなー、すごい楽しかった。いいな、生きてそれでね、僕5月22日から今日はメジャーデビューした日なんですよ。それで、いや全然すいません、全然そんなんじゃないですけど、それでだからアンケートに20周年おめでとうございますっていうアンケートが来てました、うん、そうですよね。で10周年デビュー、そうなんです。それからたまたま西川君TM レボリューションとデビューが一緒だったんです。今も TM レボリューション20周年のツアーなんですね、はいはいはい、で僕もたまたま20周年だから、しかも同じ5月、うんうんうん、なのでなんとなくこうファンの皆さんが覚えてくださってるというか、で、いやらしい話、そのなんていうんですか、それ言ったら僕の周りの例えばバルさんもそうですけど、ミュージシャンがメジャーデビューした日をデビュー日で祝ってもらってる人なんてあんま少ないと思いません？いないと思う。そういや、そうなんですよ、そうなんです。だから僕ごときがそんなこと言っても嫌だなと思ってたんですよ。全然全然。でもなんかこうみんなそう言ってくださるんで、そうありがたいなとは思いますけどね。だからあえてちょっとこうね、すいません改めてありがとうございますって、このなぜバルバル。いやいや、おめでとうございます。これは貴重ですよ。本当に本当におめでとうございます。おめでとうございます。気持ち的にはそうなんですけど、ね、ありがとうございます。本当に頑張ります。また来年からもね。それが言いたかった、はい、食べよう。ありがとうございます。食べよう。いいですね。ね、じゃあ、からゆっくり食べましょうか。はい。じゃあ、バルバルでした。あ、ここで終わるのね。いきなり終わるの。いきなり終わる。こんばんは。こんばんは。バルでーす。お使いですということで、はい、ランガイナさんと、はい、ルイナバルで、はい、変なバルダ組みをしているという、決定しました、はい、アコースティックでカップリングツアーと。そうですね、はい、はい、グロットは友人がの俳優が、あの俳優さんが経営しておるお店なんです。その3カ所、あの予約などね、詳細は、近日また、ね、はい、告知させていただきますので、はい、ぜひ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 よろしくお願いいたします。お待ちしております。ではお疲れ様です。6月の今日は4日ですね。またオルフェスです。いやすごい並んでますな。それにしてもザ・オルフェウスの、階段踊り場からの景色です ね、 ね、あそこのとんかつ屋美味しいですよ、ね、おっとおっとおっと、さあおなじみバルさんでございますが、はい、俺もね憧れのとんかつ屋さんなんだよな、あそこ一回行ってみたいんだけど、あ、いつも開いてない、いつも閉まってるか、開いてる時はこういうライブの真っ最中みたいな感じでなかなか行けないお店なんですけど、ちょいつか行きたいなと思っております。今日は
ミュージックスクールクリエーション夏フェス、今年もなんとか本番までこぎつけたかなと思います。で、お隣にいる方をご紹介しましょう。はいどうもサンキックラマーのヨッフィーでーす。イエーイ。やってまいりました。小岩オルフェイス、ありがとうございます。もう1年ぶりの登場です、ね、バルバル、はい、バルバル私もお付き合いいただきました、はい、ありがとうございます。いやいやいや、もうね、いつ呼ばれるんだろうと思ったら1年経っちゃいましたね早いね。前回ね、もう前回メロンメロンしたからね、本当にね、前回メロメロで僕の本当何の記憶もない動画があの YouTube で公開されてて本当にですね、僕のイメージがすごく痛く傷ついた嘘です嘘です、とんでもないですとんかつ屋さん来たことですね。ね、あれね、結構ね、いや空いてない時が多くて、今日やむを得ずあれですよ ね、 ね、あの 牛タンでめっちゃ美味しかったですね。美味しかったね。早速なんかビール飲んでた人いましたけど今日12時からサウンドチェックがあって、そうですね、はい、その終わりで飲んだんで、うん、今は全然酔っ払ってないですあなたでしたねちなみに、はい、酒飲んで歌って歌えたりしますか？歌えないこともないんですけど、翌日のダメージとか、翌日がね、そうですね、アコースティックとかだと割と緩い感じでいいんですけど、はいはい、ロックなやつは、はいはい、飲んじゃダメです、絶対ダメダメですだそう、俺も酒飲んじゃうと、もうなんだろう、こんなになってくるから。でほら、酒飲むと耳がだんだん聞こえなくなるから、はい、あ、なるほど、音が出てないとか思うと、もう思いっきり叩くようになっちゃって、一曲でなんかもう力が入んないみたいな。いやお酒は魔物ですね。魔物ですね、はい、今日はシラフでステージに挑めますね挑めますね。終わったら行く感じですか？もちろんですよ。いや俺ね、よく車なんだよねそうなんですね。いやでもね、センチメンタルジャーニーは本当にハードルが高いんですよ。高いですね、やっぱり。やっぱり、ね、難しいし、スティーブ・ペリーの歌をですね、はいはい、僕まさかコピーするなんて恐れ多すぎて、うん、コピーバンドをやろうなんていう考えも浮かばなかったし、カラオケでちょっとね、たまに1曲歌うくらいだったんですけど、こうバルさんとちょっと去年ねそうですよ、なんかカバーやろっかみたいな、ね、やるときってそういうこうスッスッスッとこうね、タイミングってありますよ ね、 意外と頓挫しちゃうこと、ね、でもそこからまた1年も経てやっとこのジャーニーが終わらなくてよかったです、後悔がね。でも本当ね、バルさんがこうジャーニーナンバーを愛してるなっていうのがすごい一緒にやってて伝わってきて、ありがとうございます、はい、もう嬉しいです、僕も。ありがとうございます。7月私これのあれ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 誰かあれちょっと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 、はい、お兄さんお兄さん、はい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 、はい、お兄さんお兄さんお兄さん、はい、はい、電話大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。なんかセンチメンタルでギターを、はい、センチメンタルジャーニーの、ギターの稲葉です。名付け親ですよね、バンド名の。そうそう、バンド名の、ね、名付け親なんですよ。誰もが一番最初の思いつくのを堂々と口にしたというのが恥ずかしい言葉なんでね言っちゃったのは僕です。はい、はい、じゃあ失礼します。後ほど、はい、後ほどまた年末くらいにワンマンやりたいななんて思ってるんですけど、はいはいはい、はい、もしもし、お、ま、もしもし、はい、すみません、はい、ちょっとちょっとちょっと、なんか今日電話する人多くないですか？踊り場で。あ、すいません。まず落ちちゃった。真央くん、真央くんです。電話大丈夫でしたか？今これ歯医者の予約してたんで。センチメンタルジャーニーのキーボードの真央です。よ、イケメンでーす。なんかこんなところにですね。なんか知んないんですけど。
なんかあ CD だ。CD がありますね、こんなとこに。可愛い。この女性誰ですかこれ？これですね、フキっていう、まあ長年僕一緒にバンドやってきた子なんですけども、うん、ライトブリンガー。はい、ライトブリンガーという感じで、ね、はい、あの僕がこの曲をですね、いろいろ作っておりまして。いや、たまたま持ってる、こんなことあるんですね。ね、ねたまたま持って歩いてる。まあ、はい、偶然ね。はい、ちょっとあの歯医者の予約しないといけない。じゃあまた後ほどライブでよろしくお願いします。よろしく。いやー、今度誰が電話で通りかかりますかね。レスカンド。あ、そういう番組なんですね、これね。もうこれはね。そう、今度ね、僕ね、はいはい、劇版やるんです、アニメの。お。お、はい、あの佐伯クスオの災難っていうジャンプ原作のアニメで、あの佐伯クスオっていう超能力者の少年の漫画な、あのアニメなんですけ ど、はいはい、まあ、佐伯クスオと佐伯クラバーの名前が似てるっていうことで、あの決まった仕事なんですけどね。おすごい。それであの劇版とインストルメンタルをこう何十曲も書いてっていうのも今回新しくこう取り組んでる。それはいつ頃から放送されるんですか？7月ですね、はい、CM に行く時のジングルとかで、あの佐伯クソとかなんかいろいろバンヘイレンのユーリアリーガットニーみたいなリフ弾きながら、サイキックスオーみたいなこうやったりとか、いろいろね、また趣味全開でやりましたけどね。そのサイキックラバーといったらね、アニメとか特撮ってイメージの人もいっぱいいると思うんですけど、でもやっぱり根っこは本当にもう純然たるロックバンドなんで、そのなんか楽しさというか、もうなんかね、本当小細工一切なしのもうガチのライブなんですよね、うん、そういうのをなんかもっとね、いろんな人に味わってほしいな、もっと伝えたいなっていうのはあるんで、ちょっと細かくね、ライブをちょっと頑張ってやっていこうかなと思ってますね、うんうん、はい。I'm in the lover's rage to another page The fighting is worse to someday ちゃいました。もう散々飲んでる。めっちゃ飲んじゃいました。すみません本当に。なんか去年の動画と同じ感じ。やればやるほど難しいんだよね。いや、あんなシンプルな曲なのに、なんであんな難しいんでしょうね。いや、今回本当ね、思い知りましたもん。いや、本当ね、コピーって難しいんで。難しい。やる価値もあるよね。ありますね。また近い未来に見れることを期待してますんで、頑張ります。よろしくお願いします。頑張ります。お疲れ様でした。かじり続けてるからね。いやー、かじり続けてるからね。